いどうもピオキングです。今日はですね、一発マリオトトロールコースやっていきますか。で、最初のこのコースなんですけど、リスナーさんからコースを提供していただきました。謎解きトゲゾウを倒せ、クリア率は 1% 未満ですね。隠しブロックはないよ。ハテナブロックから上からトゲゾウ一気アップキノコです。いや、目の前にねゴールはあるんですけど、やっぱりトゲゾウを倒してからゴールか。いや待って、ハテナブロック3つしかなかったくない？いや待って、これはちょっと開けるね。でトゲゾウでしょ、で一気アップのキノコ。いや待って、はっ、いやこれはマジわかんないね。え、トゲゾウってなんか倒し方あんの？多分このキノコがなんかねあれなんですよ、あれになってくると思う、この重要に。でここで一気アップ出しておいて、でちょっと待って、下から叩くね。下から叩きます。ちょ、トゲゾウ。倒せんのこれ。しかも隠しブロックもなんもないって書いてたもんね。いや、このコースさ、あの真ん中にさ、ハテナブロックあるじゃん。あれでね、トゲゾウを倒すと思うんですよね。まあ、空中でね、当たると方向転換するから、こう、そしてジャンプ、来た、ほら、おりゃ来たよ皆さん、来ましたよ、これゴールでしょ、これサムネよ。ここサムネよ。よっしゃ、いや、なかなかね、思いつかなかったんですけど、これすぐ思いついた人いるかな。いや、よく作られてますよね。よし、それじゃあ次はトロールコースやっていきますか。なんかボックスプラスシャイニープラスプレイヤーイコールトロールドって書いてるんですよね。まあ、全然意味はわかんないんですけど。クリア率はね 1.29%。 まあまあそんなに難しくはないんですけど、これは初見殺しなかったね。じゃあ下に行く、本当になんもないここら辺。なんか最近ねトロールになりすぎて、もう全てが怪しい。うわ、これはなんだ、なんか今までのトロールとちょっと違う感じだね。上に行ってみようか、せっかく雲あるんで上行きます。うわあ、ビビった。いや今すり抜けたのはね、なんか紙すり抜け的な感じなんですけど、もうこれ結局積んだパターンですよね。そんじゃ次何もせんでこの土管に入ります。そしたら、うわー、めっちゃトロールっぽいね、すごいトロール感だぞここ。え、待って、今テレサいなかった？あ、来た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 。いやまあまあいいんですけど、あいつは。じゃあこれは鉄球が来まして、これは避けない。絶対さっきの鉄球さ、上罠ば、見よってよ、これ上逃げるでしょ、罠だと思うで、ほらね、やっぱり。もしかしてあれか、そのまま左行けるパターンかな。このまま左行ってみよっか、行けるんじゃない、ほら、オッケー。そしてここはファイヤーボールを取らない、取ったら多分罠だと。いや待って、あれチャッカマンセなんでしょう。あ、葉っぱ、葉っぱ、ちょ、落ちるんかい。葉っぱ出しておいていいのかな、どうなんだろう、葉っぱはどこ行くの。ま、あれ取れないよね絶対、うん、戻れないもんね。じゃあこのまま先行きます、チャッカマンセでいいんでしょう。あ、ここで出るのね、優しい。じゃあここでチャッカで、よビビったじゃねえか、チャッカさしてくれよせめて。あ、これは左が罠と見せかけて、多分これ罠じゃない、ほらこれ合ってる、なんか最近トロール、ちょ待って、これもうやられるしかないパターンじゃないんですかね。まさかアイテムが出てくるとか思わんかったよね。なんでここでね、一旦チビ状態になっておいてで進めるみたいな。うわ、これは丸々に当たりましょう、一回当たりましょう。意味ね。すげえ意味ね。これはキノコを取っていかないけんっぽいんですけど、 P 踏んでどっちに行こう、右に行くね、なんか右に行きます、あれ、いや、これは先に行こう、なんかこの P が鳴り止む前に行った方がいい感じ。なんだこれは。待って、違う土管ってこと、ウォロングパイプって確か違う土管でしょう。これは枯れ葉があって、あの鉄球があるとこがあの土管があるんか、違うパイプ系やめてほしくない。いや絶対分からんやんねこんなん。そしてこれはブラパが出てきました。まあこれはしょうがないと思うんですけど、ここで叩くしかないね、これを叩くしかない、
なんでコインなんだよ。なんかあってくれよ。ダッシュしていくパターンかな。土管入った瞬間ダッシュするね。うわ、間に合わんくね。いや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 、これはどうすりゃいいんでしょう。ちょっと先に進んでまたこっちに戻ってくるみたいな。で、この P を押したら左に戻るみたいな、多分そんな感じかな。うわ、合ってた合ってた、ほら合ってたんですけど、ここでそう、羽を取ってからの右に戻る、これじゃない？これが正解でしょ。そしてこれはほっほっ、これちょっと怖いね。待って、当たる当たる当たる、よっけ。でファイヤーを取ってからの下、多分これでもうブラパが出てこないみたいな。きた、熱い、これ熱いね。そしてここブラパ出てくるみたいな。バカめ。さっきはよくもやってくれたな。これはスターを取ってから走っていこう、走ってってバネ。じゃあここスター取ったらさ、あのバネ、バネ気をつけよう。でここ左、オッケー。でスターでしょ、あスターじゃねえ、ドアでしょ。これは上叩きます。無理じゃんかそんな。じゃあここスターが切れる前に、あ切れる前じゃねえ、切れてから渡ろう。多分それでいける。はい、で花ちゃんが行ってからの、うわこれ絶対なんかいなくなるパターンでしょこのチョロップ。ほら、いや大丈夫、踏んでみるね。なんで中間あんだよそこに。待ってくれ、ちょ中間、中間くれよもう。いやまあ一回もやらなかったらいいんでしょね。ちょっと待って、ほら見て、いや今日抑えてるよ。でここでドッスンが多分こっち来ないからね、大丈夫。なんだこれ、地味なって。それじゃあここで一回中間取ります。オッケー。あれ、え何これ、あここでカロンが出てきて上に進めるみたいな、これなんだろう、葉っぱ、これなんだろうね、多分何の意味もないんでしょうけど。めっちゃ気になるよね。じゃあここさっきあの大砲にやられたんでね、これは左上は罠だと思うね。あれ多分罠じゃないと思う。意外とあっちから行ける説あるよ。なんかあれ、そんじゃこれはキラーが出てきたよね、キラーっていうか大砲が出てきたと思うんですよ。これを避けてから、ちょ危な。髪よけで、ここ上だね。うーわ、これはちょっとアイテムかわかんないんでね、左に避けよっか。あ、コイン、ちょっと久しぶりだなこういう罠。それじゃあここはね、ツタ、いや分かってるんで、ツタは分かってるんだって。あのツタにね、ジャンプしないように行こうか。これは上から行ったらいける説あるよ。あら、なんもならんね。じゃあオンオフして、左に逃げると見せかけて右に逃げよう。おなんでこんなに引っかかんのいつも。いや結構コメントとかであるからね、ビオキングさんって引っかかりすぎじゃねみたいな。僕が聞きたいんだけど。いやほんとマジでやってるんだよ、あのこの攻略。じゃあこれは何もしないでおこう。どこでも来んのかお前。じゃあここはオンオフして上に逃げよう。オッケー。そして土管に入ろっか。これは土管に入るしかない。なんでそんなとこに入るんだよ。どこだこれは、まずいパターンのやつだろどうせ。なんなんだこれは。どうすりゃいいんだこれ、左、なんだこれ、どうやってやられんのよ。ねえ、なんか右の顔がすごくうざいんですけど。これはすり抜けれないんだよねマジで本当に。あ来た、これは右にダッシュしていけ的な、こう。めんどくせえな、あれブラパをどんどん出していかなパターンのやつでしょ。じゃあここでブラパを出してやられますと。それじゃあここはキラー落ちてくるからね、何もしない、何もしないでドア、多分これで合ってる。そしてそんでこれもう二択やめてくんないかな。うわー待って、危ねえ。今のは運が良かった。あ、これも運が良かったね、当てたよ、二択当てました。うわ、これも二択ですか、どうしよう。これちょっと下見れないもんな。左行けんしね、これ上も行ったら罠でしょきっと。待って、これパウ叩けんのかな、ちょっと叩いてみていい。はっ、オッケー。うわ、パウ意味ないね。じゃあ降りてみる、降りてみます。
オッケー。うわ、なんかある。それじゃあここ降りてさ、降りてすぐ右に行こっか。でもなんかね、パワーブロック叩いとかないけん気がするんですよね。今なんかブラパとかいるとかじゃない？でこのまま右行って、うわ、矢印相当気になるけど、あれ罠だね。きっとなんもないよ。あんなとこなんかあるわけねえじゃんって話なんですよ。でこれ上行って、オッケー。これは、うわ、右行くけど、うわ、なんて書いてるの。ちょっとこのまま右行くね。はい。うわはは、ジャンプミス。ジャンプミス専用にしよう。オッケー。いや、こんなちょっとしたテクニックいる？待って、これうーおうおーみたいな。待って、なんだってこれは。なんかさっきの矢印のとこ行け的な感じですかね、これ。この矢印だよね。この矢印行ったら葉っぱがあるみたいな。オッケー。でも葉っぱがあってどうするんだろうね。じゃあこのまま上行くんですけど、あ、なんか葉っぱ取ったらさ、この土管入れるようになってる。なんなんだろうね、トロールゴースって。うわ、これは待って、このまま何もしないと見せかけて右行った方がいい、多分。ほら、多分やられてた。じゃあこのまま右行きます。で、あの音符ブロックに乗ったらやられそうな気がするんだよな。なんでこのままジャンプしてもう届かんような気がする。どうしよう、このままジャンプするね。はい。いや、絶対あれ罠、絶対罠。あれ、このまま降ります。オッケー。うわー、危ねー。ほら、あれね、乗ったらこっち進めなかったよ。最近冴えてる気がする。こっちでいいんですかな。あ、いや大丈夫、今日めっちゃ冴えてる。待って、これはこのまま右行って、あ、足場あるね。このままジャンプしていいのかな。笑うな。笑うな。このまま僕行きますよ。このまま右に行きます。で、うわ、靴が出てきてる。下、多分あれに乗って、あれ入って右上に行けみたいな。あ、でも中間ポイントだね。一番最初じゃねえか。マジかよ。またこっから。あ、待って待って、いや違うかもしんない。さっきと違うやんか的な感じかもしんないよ、これ。ほら、さっきと違うやん、なんか。ほら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 、これ熱い熱い熱い、きた。あ、待って。余韻に浸らせろ。まあまあ、でももうゴール分かったね。この土管に入って多分ね。あ、待って、キラーいねえ。うわ、マジで本当に最初から的な感じ。うわ、さっきゴールすればよかった。よし、それじゃあ戻ってきたね。多分ここでゴールがあると思うんですよね。で、鉄球来るでしょ。鉄球来てからのゴール、ここらがゴール、やったいや、今日も楽しかったね。このトロールコースはですね、そんなに難易度も低くなくてめっちゃ楽しいコースでしたね。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。